AMC 企画第12回秋尾森田クラブでは森田秋尾の経営理念の伝承というタイトルのもとシリーズでお送りしていますが、今回は再びグローバルローカライゼーションをテーマに取り上げ、特にヨーロッパにおける製造の現地化を中心にお届けしたいと思います。このグローバルローカライゼーションという考え方について簡単に触れておきますと、この考え方は森田さんが提唱されておられた考え方で、ソニーの基本理念や経営戦略、技術などはグローバルに推進していくわけですが、現実の日常活動においては現地に最も貢献する方法で実践していくという考えです。森田さんの現地生産に対する基本的な考えは、現地において市場を開拓し、ブランドを確立した上で初めて現地生産に着手するというものでした。現地生産は単にマーケットに近いところで生産するとの経営的なメリットだけではなく、現地企業としてその国の雇用や経済に貢献することが森田さんの目標でした。本日はそのあたりの話を中村末広さんと安藤国武さんに伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今回は中村末広さんをお迎えして、ヨーロッパにおけるソニーのローカリゼーションについていろいろお話を伺っていきたいと思います。中村末広さんは1959年にソニーに入社されて、エンジニアとして入社されたものですから、最初は開発製造に携わっておられましたけども、1962年ぐらいから、最初はアメリカにサービスのネットワークを確立するために行かれたんですよね。最初はその子の話についてちょっとお伺いしたいんですけども、当時は、ソニーアメリカの販売会社を作ってから約2年ぐらい経った頃で、森田さんが率先垂範して頑張っておられたところだと思います。ちょうど、ソニーの5番街におけるそのショールームなんかも開設の準備されておられたところだと思いますけども、その頃の森さんのお話ですとかですね、ソニーの状況についてお話を伺いたいんですけども、はいはい、その前にね、今ご紹介ありましたけれども、私は入社して2年目からトランジスタラジオ、ポケタブルでね、TR620 というのがありました。これを設計と製造と生産技術全部やるのがね、ソニーのその頃のね、仕事のやり方だ。でそれを終えましてね、一通りがこれヒットモデルになりました。で その次の機種にかかっている途中にね、急遽アメリカのサービス網の構築をね、やるということで赴任が決まって、1962年の確か2月だったと思いますけれども、はい、赴任したんですね。当時のね、ソニーアメリカっていうのは、まあ514ブロードウェイっていうね、ブロードウェイの一番出発拠点の近くにありまして、倉庫が一つ、その横が事務所、そこにね、みんなワンパッケージでいらっしゃったの、うん、森田さん、森田はその当時 副社長、それから稲垣総支配人、その下にね、総務の多田博士ってね有名な方とかね、はい、前原さんとかだから経理全般の担当の小川博さんとかいらっしゃって、であと倉庫にチャーリー・ファーっていうね、イタリア系の5人が2、3人の倉庫マンと一緒に製品の出し入れ、これをやって、まあ倉庫の広さどれぐらいでしょうね、せいぜい700、800平米ぐらいの
ところだったと思いますけれども、こじんまりしたところなんですね。だそういうところに行ってね、まあ初めてニューヨークを拠点にしたビジネスがスタートしてたわけですね。ほぼ同時期にシカゴにもそういう小さな支店があって、確かその時はまた宇野木さんっていう、あとスカパーのね社長になられた方が支店長していて、大河内さんっていう方がねロサンゼルスで支店長して、まあニューヨークとは違ったね、こじまりしたオペレーションやってました。だからファイブフォーテンブロードウェイは本当にねソニーの原点中の原点で、私は最も懐かしい場所の一つなんでね。でまあそこにねいよいよ10月に、いわゆるこれぐらいの5インチのね5インチの、要するにバッテリーで働くポータブルのテレビをね発売するということでね、ソニーの5番街にショールームを作って、そのショールームのオープニングと一緒にねこの5インチのポータブルの、これは世界初、アメリカにも見たことのない商品ですね、こういうものを発表するんで、ね、その数ヶ月前からまあ、数百台ずつ入ってくるものをね、まあ、じゃあ朝昼夕方とそのじゃ着火研修という名前でね、どれほどその品質が確保されているか、これね副社長の、ね、森田さんがね毎回来てチェックするんですよ、本当にね自分で見ないと気が済まないからね、要するにそのエイジングをする、まさにそうですね。みんなね開いて電源を入れて絵を、見てね、でまた帰ってお昼になるとまたいらっしゃるんですよ、でそれのがちゃんと確認でできたものを出荷すると、ある時なんかねそこに手伝いに来てたね、元人事本部長になられた橋本綱夫さんって方がね、ちょうど留学中に、手伝いに来てて、やっぱりねその荷物を上げたり下げたりすると疲れるもんですからね、昼過ぎねそこの荷物の上で昼寝してたそれが見つかりまして、まあ、これは事故だからね、言ってもいいと思うんですがね、これでね、本当にね叱られたのはね、横で見てましたね、そうですね、森さん今のそのエイジングの話でもそうですけども、自分で最終的にちゃんといくかどうかってことをしっかり確認するんですよね。そう、自分で目で確かめて、でそういうものをね10月の初めにニューヨークのね5番街でいよいよの発表するんですがね、そのセッティングもね我々行ってちゃんと見届けて、もうね自分で全部現場監督をやっていただくんですよ、それまでソニーってのは、トランジスタラジオとか小型のテープレコーダーぐらいじゃなかったんですけども、初めて白黒のテレビを出すっていうんでね、全米で大評判になって、例えば宣伝でもタミー TV とかですね、おそらくね、テレビがねポータブルになるっていう、ね、概念はその時、アメリカじゃなくて、もう画期的な商品なんだ。その頃っていうと本当にもうテレビっていうと本当にもう家にこう、こういう企業の目玉みたいになってね、ちょこっとしたのが入ってたんだけど、あれがねこんなコンパクトになってね、しかもバッテリーで働くわけですよこれはねもうねアメリカ新しいもの好きのアメリカ人にとってはね度肝を抜かれたんだ。だからここにねあの写真があるんだけどね、これ見えるかな映るかな、これここにね発表を聞いた群衆がね押しかけたんだよ。これもう道路全部埋まってますね。全部フェンス雨というかね、ブロックされちゃった、これぐらいの人だかり。私はもうこれはずっと後からの話になりますけどね、日産のね役員をされてた方が、僕ある会合でもう何十年か経って、お前はソニーかというから、そうですって言ったらね、あの時私はここにいたんだって言う。でこのね群衆を見てソニーの旗と日照機をね見た時はもうね
ジーンときて涙が出た。いや、そう、まあ僕らはね、実際一生懸命働いてるから、そういうところまでいかなかったけども、第三者、日本人の第三者にはね、素晴らしく映ってみたいね。だってあれですもんね、戦後20年経ってないんですもんね。1962年ですからね、17年、うん、その頃でもね、僕はよくアメリカに聞かれましたよ。何、ソニーっていう会社は日本にもあるのかって。逆にアメリカの会社だと思われた。言われたことありますよ。でその次は必ずね、ソニーってハワイのどこだって。ひどいのはね、その香港のどこか一部ぐらいで。まあそういうね、時代でしたね。そのソニーのショールームってのは、あのロックフェラーセンターのね、すぐそばにあったわけですけども、まあ、そういう限定の大きさは高だかね、あれ170平米ですからね、50坪ぐらいなんですよ。そこにね、初日なんか400名ぐらい入ろうと思って、もう押すな押すなの大盛況だったというふうに聞いてますけど ね。だからまあそういう中で、森田さんのね、私ども若い連中にいろんなことを教えてくれるわけ。一番僕らがね、びっくりしたのは、やっぱり生でね、ブロードウェイのミュージカルを見れるわけですね。うん、もうブロードウェイといったら本当にもうミュージカル、ロンドンのウエストエンドと並んで、そうそうそう、世界のミュージカルの中心ですからね。でそこでね、君たち土日ね、セントラルパークでね、こんな駆けっこして遊んでいたらダメだ。ほんでね、君たちゴルフやれと、ほんからミュージカル見に行け。確かミュージカルのね、マイフェアレディっていうのをね、見に行け。その時はね、切符買ってもらったような記憶があるんですよね。その次は自分でも行きましたけどね。で、まあ、それでね、ミュージカルに初めて触れました。それから次はゴルフですよね。まあ、夕食にね、僕らも若いのは連れて行っていただいて、宇野木さんの時はなんか、雷電って何とかで中華料理、そうそう、雷飯店、雷飯店、雷飯店、まあ僕らあそこだったかどうか知りませんけどね。はいはい、はい、行くんですよね。うん、でね、不思議なことにね、森田さんっていうのはレザー張りのね、ネズミ色のキャデラックを運転して迎えに来るんですよね。で帰りもね、僕ら酒飲んで酔っ払ってんじゃ、まず連れて帰るんですよ。うん、もう、まあ、宿舎というか住まってたね、大副社長はよ、僕らに入社数年のね、新入社みたいなね、ガキをね、よくあんなに面倒見てくれたなと。今でもね、うん、不思議でならないですよね。当時森内さんはまだ40そこそこでね、もっと若大将みたいだったですから、うん、それで若手をどんどん集めて、こういろんな講義をしたりとか、こうね、うん、人材育成に努めたんですよ。で、ね、うんうん、もうね、ゴルフもね、その、ね、レストランでやるんですよ。もうね、打ち方からね。レッスンというか、ね、そこからこう物理屋さんですからね、もともとが。私は物理屋でね、お前たちはね、ゴルフはね、ヘッドが重ければいいと思ってんだよ。あれだ、ダメダメ。このヘッドスピードがね、事情で効いてくるんだからね。ヘッドスピードを上げることを考えて、ほどほどにね、クラブヘッドを軽くしたらいいと。で、それをやるとね、次はね、もうすぐ実践に入っちゃってね。君たち明日ね、稲垣総支配にね、いいクラブをね、買ってもらうようにお金借りて、名刺に、名刺に、今任せじゃないよ、名刺だよって念をされてね。で買いに行って、で行く前にね、いいか、フルセット買うな、ハーフセットだよ。名刺って言うと安い、相対的に安いデパートですよね。で2万任せは高級デパートですから。これが揃ったらね、今度はまたね、夜のロングアイランドに行ってね、夜のそのね、簡単なね、打ちっぱなしと、だいたい9ホールぐらいのショートアイアンで回れるようなところがあってね、そこでね、いろいろ手ほどきを受けるわけですよね。その後、ヨーロッパの方にもサービスネットワークの立ち上げに行かれましたよね。私はそれで1年の、ね、契約でね、行ったんですよ。しかし帰り際にね、森田さんとね、稲垣さん、主に稲垣さんですけど、総支配人ね、彼がね、おい、ダラス行けと。ダラスってテキサスに行け。私はバカですから、はい、行ってきます。私がもらった500ドル自分のカバン一つで、1年間であそこにファクトリーサービスステーションを設立して帰ってこい。1年で それしか言わない。
やり方も何も言わない。で、ただ一つだけ、あそこにバンブローマンっていうね、レップがいるから、まあ、シカゴ、ロサンゼルスはね、神野さんとか、大越さんとかね、皆さんできてるから、うん、ダラスだけはレップだと。レップはね、あそこの5州、ニューメキシコ、ミシシッピ、オクラホーマ、テキサス。そう、テキサス。5州がそこをカバーしてるのが、あの、バンブローマンっていうのがね、レップがいて。で、そこで僕は1年間、あの、部品の供給とか、サービス情報の提供とか、拠点を作って、で、無事近隣になったんですね。それで今、安藤さんがおっしゃったように、で、それで帰ったらね、クロマトロンの開発やれって、うん。で、そこの舞台に入ったんだけど、あれはね、途中でダメになっちゃってね。で、その直後にヨーロッパに行けということで、66年の2月、はいはい、あ、66年の2月に私は赴任しました、うんうん、ちょうどその頃ですね、うん、ちょうど森さんはヨーロッパのね、販売会社をどんどん設立されておられて、まあ、最初はもちろん1960年に通具にあのソニーヨーロッパ操作っていうのを作ったんですけども、うん、じゃあその後ですね、65年ぐらいから、うん、その英独仏の各国にですね、うん、販売会社を作ろうということで、それでもう頑張っておられた頃で、うん、それでちょうどその頃、まあ、サービスのネットワークを作るために中村さんも派遣されたということですよね、うん、で、私がその66年に行った時に、まあ、どういう状態かというと、前にあの、59年から65年まで作ってくれた、はい、小松万宝さん、小松万宝さん、はい、あの人たちが、まあ、トランジスタラジオをね、売るのに大変ご苦労なさって、これはね、プロジェクト X でも出てきたし、で、あの人たちの代が終わってから65、6年から73年、まあ6年か7年間ぐらい、その時にね、僕ら一つの出会いがあったんですよ。それはどういうことかというと、後にソニーの社長、副会長になった井出信之、はい、29歳もうみんな29歳代の人間4人で、ね、森田さんに指名されて、あそこに赴任者の してたんですよ。あのスイスのツグが本社で、しかしニューヨークみたいなね、場と拠点というのはどこにもないわけですよ。で、その頃は、まあ、みんなあのヨーロッパは閉鎖マーケットで、もう全てが閉鎖マーケットで、輸入の数量というのはクォーター制で決まってくる、そういう時代ですから、まあ、そこにね、どうするかということで、まあ、この4人のアロケーションがまずその閉鎖マーケットを睨んで決まったわけですね、うん、あ、いや、まあ、今言った井出さん、井出信之さん、この人が昔のエフタマーケット、うんうんうん、スカンジナビアからスイス、フランスと、うんうん、ここ担当、それから後にね、ソニーロジスティックの社長だった水島康政、うん、これがドイツ駐在、うん、これはあの代理店がエリャックというのがあったんで、エリャックに駐在、それから並木正和、この人は後で、まあ、ソニーの広報室長もおやりになった方だけど、この人が UK の担当と、うん、この3人は市場で起こることは猫1匹死んでも君の責任だと言われてね、全責任を与えられて、その代わり君たちはね、何をやってもいいと、警察とか関係に捕まるようなことやらなければ、ね、何やってもいいって思っちゃう。それを森田さんからも直接、うんうん、そうね、思い切りやれってわけね、もともとバリアで囲まれたヨーロッパは世界ですから、アメリカと違うわけですよ、うん、アメリカとは5-14ブロードウェイがあるんだけど、通具はね、単なる、まあ、早い話、あのこうタクスヘイブンに近いようなヘッドクォーターでしたからね、うん、そうすると勢いね、私はドアーブに赴任して、ここにはサービスセンターがあった。サービスセンターという名目のもとに保税倉庫があって、製品はみんなここにあるんだよ。これ保税ですから、どこにもまだ輸出してない。で、下ケチに向けてね、
必要な改造をやったり、もうそういうことをやって出荷するわけ。アメリカの兵隊さんに出荷するやつはね、電源周波数が違う、うん、そうするとテープレコーダーなんかでもね、キャプスタンかなんか、部品を変えてそれに合うように、そういう仕事とか部品の出荷とか、うん、サービスブルテンとかね、いわゆる情報を出すと、うん、こういう仕事をしてる、うんうんうん、したがってね、アントワープのがね、アントワープの私が担当するヨーロピアンサービスセンターというのは、まあ、ニューヨークで言ったら一つの540ブロードウェイみたいな場になったね、うんうん、で、まあね、イデイさん、まあ、後のイデイ会長ですよね、はい、あの人はトランジャンというね、フランスの代理店に駐在、並木さんは代理店がデメナムというデパートあそこがうちの代理店だった、うん、で、あそこに駐在して、うん、で、水島はさっき言ったように、うん、ドイツのエラクに、うんうん、それでね、森田さんは年に3回か多いとか4回ぐらいいらっしゃるわけ、うん、そうすると通具で販売会議をやったり、ロンドンでやったり、それからベルギーのアントワープでやったり、まあ、そういうことをやってね、まあ、いろんなノンターリフバリアをいかに、ブレイクスルーしてね、はいはい、やっていくか、うん、もう井出さんなんかひどいもんでね、私にね現地、うん、原産証明があるとフランスにねテレビが入るわけですよ、うん、とね、アントワープでねアッセンブリーしたのをね作ってね、ブリュッセル の商工会議所で原産証明もらって、うんうん、でこれをねフランスに入れると、200台ぐらいトライしてね、それが良ければねどんどん通るようになるからね、作ってくれるんでね、真面目に作ったことある、うんうんうん、でね、もう上りを立ててね、これはメイドインヨーロッパと、ブルッセルの商工会議にハンコもらってね、国境渡ったこともあるしね、それから伊勢さんもう一つ面白いこと言ってきてね、フランスのルールによればね、とにかくテープレコーダーいくらでも入るという、要するにレコーディング、プレイバックのね、両方がついてるテープレコーダーというのは、これは規制対象。レコーディング専門の機械だったらいくらでも入れてる。だからあんたのところの倉庫にあるやつをね、レコーディング専用の機械にしてくれて、うん、で、これ改造してね、僕は持って行ったことある。うん、通関で通るかどうかね。井出さんが迎えに来ててね。何度かね、問答したけどね、通ったことはありますけどね、実際にはビジネスにならなかったよね、うんうん、そうですね、うん、当時70年代に入ってくるとテレビがカラーテレビの時代に入ってきたわけですけども、うん、当時ヨーロッパというのはパル方式とかですね、セカム方式とか言って、日本とかアメリカの NT 方式と違ったわけですよね、うん、で非常に閉鎖的だと今話があったように、うん、そう、そういう中で、いや各国でフランスだったらセカム方式だし、うん、それ以外はパル方式とかですね、うん、それを一生懸命やられたわけですよね。そうそうそう、それでね、それ打ち合うのは大変だった、うん、はい、オープンリールのテープレコーダーもありましたからね、うん、カセットテープの前はオープンリール、ね、これとね、モニターをペアで売りたいんだけど、ね、学校には、ね、ソニーっていうのはね、大体小型の9インチぐらいしかなかったんでね、うん、やっぱり22インチとか25インチが欲しいわけで、じゃあこれどっかで調達しようって言うんでね、後から買収したドイツのベガ社、うんうん、あそこに行ってね、僕らソニー用に改造してね、でオープンリールのテープレコーダーとモニタードキングして、うん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 、ドイツで売るとか ね、 面白いですね、はい、それからベルギーにね、やっぱりモニター作るバルクっていう会社があって、そこに改造してね、ソニーの VTR を売るとかね、そんな話をいつもやってましたね。本当にもう試行錯誤しながらっていう。そうだからね、井出さんっていうのはいつも言ってましたよ、ソニーっていうのはね、バリアがあればあるほどね、なんとかしてこれをねブレイクスルーしようというねチャレンジ精神が出てね燃えるんだって。確かにそうでね、まあ、そういうことをね、森田さんは僕らにいろいろ言うわけですよ。捕まらなきゃ何やってもいいと、うん、
ね、本当にその森さん、うん、どんどん若手に任せて頑張ってたんですよね。まあ、それで70年代はね後半になって、まあ60年代の67年でしたかね、ソニーがね初めてクロマトロンをね日本で発売したんですよ、うんうんうん、まあその時はねこの4人組、うん、僕ら4人組って言ってたんだけど、みんな万歳で「やったー」っつってね、いよいよ俺たちがね現地で作ったりして、うん、この大型の商品をね供給できる時代が来たと、うん、でもうみんな大喜びした、うん、なるほど。それはクロマトロン、トリニトロンじゃない、クロマトロン、トリニトロン、トリニトロンはね68年日本で発売です。あ、そうそう、確かクロマトロンはその前ですよね、はい、製品化しようとしたんですけど、なかなか難しかった、それうまくいかなくて、それでトリニトロンが出てきた、はい、で、クロマトロンはじゃトリニトロン、トリニトロン、ね、トリニトロン、はい、でトリニトロンがそれでできたんでね、それはじゃあ現地で作ろうと、現地で作ればねいろんな意味で現地と生産の証明書が取れますからね、これで商売ができるの、そしたらいよいよ我々はバンとねエクスパンドできるというんで、うんうん、ね、まあ、水島、ドイツ担当の水島は張り切っちゃってねもうデュッセルドルフの郊外にね、うん、いい炭鉱跡があるからそこにしようとかね、僕は井出さんはね、パリからね北東部にだいたい 7,80 キロ行ったところにランスという、うんうん、ランスだったかな、ランスですね、町に入りました、ね、そういうところに、ね、工場を作ろうって話だったんですよね、工場が、はい、そこにもね、フランス政府がいろいろ支援するというんでね、うんうん、70年代の初めまではねみんなわーわー言ってたっけ、うん、UK で工場を作るっていうのはねあんまり主流じゃなかったね、うん、あ、そうだったね、そうそう、今ヨーロッパの話いろいろ聞いてきましたけども、一度中村さんは大崎工場に戻られるんですよね、うんうん、そして1980年に今度は再びヨーロッパにブリジェンド工場の第2代目工場長としてご赴任されるわけですけども、うんうん、最初にそのブリジェンド工場の設立に関してですね、うんうん、そのまあいろんな話があるんですが、うんうん、特に最終的に、まあ、ドイツとかフランスを退けてイギリスに決まったっていうのは、うん、いつも僕らの仲間の大木さん、ね、広報室長を前やっていらっしゃったね、はいはい、あの人はよく言うんだけど、あの人はね森田さんとね一緒にプリンス・オブ・ウェールズ、うんうん、チャールズ王子とね、はい、70年の大阪万博で、ね、うん、大使館の招待パーティーで会ってね、チャールズ王子からね、ぜひイギリスに来るときには、うん、マイテリトリーにおいでくださいと。それでウェールズ、ね、マイテリトリーズ、うん、でそれがあって、まあ、そこから先私はね、いきさつは最後は知らないんだけど、まあ、72年にアメリカができて、73年にブリジェントができるんだけど、その間に74年ですね、74年ね、はいはい、まあ、その間に最終的に、ブリジェントを決めたんですよ。僕はね、後でそれを聞いてね、森田さんっていうのはねヨーロッパに来てる時もねとってもねイギリスが好きなんだよ。なんといってもねイギリス来て、もうイギリス行くとね、本当に打ち解けてね、意気揚々としてんだよね。僕は並木が相性が良かったのか、知りませんけどね。一度大崎に帰任されて、うんうんうん、それで再び、まあ1980年に、うん、ブリジェントの2代目工場長として赴任されることになるわけですよね。うんうん、大崎工場というのはその頃トリニトロンからテレビの総本山 で、ね、ブリジェンドもテレビをヨーロッパのテレビを作ってたと、うん、そうだ、はい、そういう時代ね、うん、でそういうことで なんでそういうことになったかというと、うん、時田とね前任者の本田さんというこれが、まあ、工場長副工場長の関係で頑張ってやってきたわけ。もう地元でもねものすごい評判が良くて、うん、いいオペレーションしてた。ところがある日ジェネストが公安で行われてね、うんうん、で
うちの組合の連中もそれにライドしてちゃって、自分たちはねストライキやれる立場の組合じゃないんだけど、そっちにライドしてねストライキをしちゃった、うん、まあこれはこれでよかったんだけど、それに対してね、まあ、時田とその時、ゴードン・トリンクスっていう 副工場長がいたんだけど、うんうんうん、この2人はねそのストライキに出た連中をロックアウトしちゃった、ロックアウト、うんうん、もう来なくていいと、うんうん、だからこれで話がこじられちゃって、それでもね、うん、数ヶ月間工場が稼働しなくなる、そんなに長い期間、うんうん、そうか、これは完全にね、ミスアンダースタンディング、うん、コミュニケーション、そうそうそう、でもとにかくね地域の評判はいいしね、素晴らしいオペレーションやってきたのに、その一点でつまずいたわけね、うん、で物は出てこないね、うん、でおまけにね設計もあまり、うん、本当に良くなかったんでね、うんはいはい、うん、であの工場ガタガタ、その時に森田さんが、森田正明さん行けってんでね、私はだから断ったら、まあね、サンデー後なら天気もいいし、うん、いう気持ちもどっかあったかもしれませんけどね、うん、で、うん、あの出張ならいいって出張行ったっけ、これがね、これがね森田さんの一流のやり方でね、で出張して現地人のマネージャー、それから日本人のマネージャー、まあ30人ぐらいを1ヶ月のうちもう本当にね、掘り下げて面接をして、うん、最終的にあの分かったことは、やっぱり日本人とマネジメントとね、いやイギリス人のウェールズ人のマネジメントアプローチが思考パターンが違うん、うん、これは一つのトレーニングすれば治せると、うん、治療できるね世界だと、うん、もう一つ目は現地の事情を分かった設計をね本社がちゃんとできてない、これやると、この2つはね、うんうん、おそらくね私しかできないんじゃないかと、うん、変な義経心が湧いちゃってねそれでね、だいたいまあ3週間ぐらいしたらねもう即決断してね、うん、もう家内も子供たちも相談だし行くと決めて帰っちゃった、うん、それで帰りに三大号を寄って様子を見て、うん、で日本に帰って森田さんにね行かせてください逆に様変わりなんですそれでなるほど、はい、それでね行った行きさつがありましたね、うん、それでそれはね80年度ね9月ですよ、私が出張したのはね80年の6月1ヶ月だから、2ヶ月置いてね家族4人で飛んでいきました、うんうん、いや今さっきあの、まあ、工場のストライキが出ましたけども、うん、70年代というのはイギリスはですね、まあ、労働党がね非常に強かった時代で、うん、あの企業をどんどん国有化したりとか、うん、ストライキをどんどん伸ばしたりとか、老人病とかに呼ばれて元気なかったんですよね、うんうん、ところがちょうど中村茂さんが赴任された80年代ぐらいからサッチャーがね、あの首相になってからどんどん元気になり始めて、うん、ソリもそれにも乗じてですね、ものすごく大陸の方に輸出したりとか、非常にこう成長した時代でしたよね、うん、でもねやっぱりね、あのこれだから僕が言って前半は、まあ、80年から85年は時田工場長とじゃかぶってますけどね、あなるほど、はいはい、私が、うん、担当になったのは85年から90じゃん、まああんたがあのイギリスに行った頃、イギリスだからね、はい、その時期だけど、うん、今言ったコミュニケーションは完全に解消しない、うん、これね、うん、ケプナー・トリゴーってね、うん、あのいわゆる、アメリカの2人の経営者が開発したねコミュニケーション、うん、それから問題解決のねプロセス、のいいトレーニング方法があるんですよ、これをね日本人は日本語で、イギリス人はイギリス人で、まあこれはまあ1、2週間かかるトレーニングだけど、これをやって済んだらね、いろんな会議がバーンっていっぺんでね、うん、ベクトルが合うよね、うん、これは大変なトレーニング、うんうん、これをねあの今で言うこれをやってくれたのがあの今、本社であの人事本部総務本部をやってる
安倍さんという専務さんがいらっしゃるでしょ、うんうんうん、彼がちょうどブリジェントに赴任してきて、でその講師をね、イギリス人の講師、日本人の講師を呼んでトレーニングしてくれたんですよ、うんうん、だから彼もねブリジェントのね、なるほど、あのもうそのコミュニケーションというケプナートリゴ法を使ってものすごく、でね、ストライキをやりそうになった時もね、もうねギリギリのね交渉にね、あの安倍さんはね、あの立ち会ってね、まあソニーのね人事関係で本当に手を触れて、イギリスによくいないタッチオンブーンだって、うん、これ、ね、手で触れないとね、ね言うでしょ、うん、ああいうね世界をね体験してコミュニケーションができる環境ができたんですよ。それでね、やっと元のね時田ね、たちのやったいい時代に、まあ、一応戻っコミュニケーションに戻った、うんうん、であとはね、あの私がもうやったのはね、ヨーロッパはいろんな交渉方式がある、安全規格も全部違う、そこをね今で言ったらね、まあ、あの頃言葉はなかったんだけどプラットフォーム化したの、うんうんうん、要するにね、うん、そういうのをね、あのテレビの中にね、電源はどこに行ってもどこでも通用する設計にした、うんうん、放送方式も全部受かるようにした、これ全部入れちゃうと、うん、ものすごくね原価計算上は高くなるんですよ、うん、だから個別最適でね、フランス向けじゃ、うんうん、まあ、電源もねそれに向けた、うん、こんな個別設計ばっかりやってたんだけど、うん、それをね一緒くたにして、そうですね、で これをねプラットフォーム化した、うん、でこれをやろうと大崎の人に言うんだけど、大崎の人はねやっぱりね、うん、自分たちの個別設計の部隊がいるから、うん、そこからね出られない、うんうん、で僕ら言ったの本社にね、もう何度も会議したけど、やらなければヨーロッパにはね、うん、ドイツのベガにもエンジニアいる、スペインの工場にもエンジニア、ブリジェントにもエンジニア、うん、このエンジニアとね、あのコンポーネント IC なんか作ってくれるフィリップスと組んでね、うん、独自のものを作るって、うん、やりますかと、やらなきゃ僕は自分でやるよ、やらせてくださいよと、うん、いうことでね説得してね、うん、出来上がった、うん、その時はねみんなコストがかかるってわけで、そりゃそうですよ、電源がね240ボルトからねで130までいろいろあるわけだ、うん、それはねどこ行っても通用するな、放送方式も全部入っちゃう、僕はね、うん、コストが上がれば利益が出るってね極端なことを言ったわけ、もうそうするとね大崎のヘッドコーターってのはね理解できなくなる、うん、ね、うん、右腕でやってくれていたんだけど、林君たちはもう何でも大崎行ってねそう説明するわけ、チームを組んで、うん、でね分かったかと分かったって帰ってくるとね、どうもね北極圏をこう飛んでいる途中にね、だんだんね曲線が変わっちゃってね次来るとね、うん、脳になっちゃう、うん、おかしい、おかしいということで、うん、その頃っていうのはやはりその設計部門のところが設計したものを工場でそのまま使うっていう発想だった。我々の方ね、でかくリージョンごとに違うシャーシー作ってたんですよ、うん、だからもうヨーロッパ共通シャーシーにしようっていうねでもね、その力をね、うん、つけたんですよ、うん、それでね最終的には大崎も同意して、みんながねそれに一緒くたにエネルギーをつぎ込んでね、うん、このまああの時はプラットフォームという言葉はねアメリカにもあまり使われてなかったし、それからヨーロッパでも使われてなかったけど、僕らヨーロシャーシーという名前をつけてねやったわけよ、うんうんうん、そうするとね、今まずだとねもう注文するとねフランス向けじゃん、これは2000台だとかね、これはドイツ向けだ、これはイタリア向けだっていうのをねキットで買ってきてね、しかもこれをね毎回ね生産ラインをね切り替えていくとねもう気が遠くなっちゃう、うん、で僕はそのシャーシーを導入して流すとね、一、うんうん、つ入れればさーっといくわけですよ、同じのを作るからね、機関銃みたいに。だから最終的にね出口のところでねカートにイタリア向けフランス向けバン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 ってやればねできるし、うん、そうすると
注文を受けてからね、物が出てくる、マーケットですか、1週間ぐらいなんだ、めちゃくちゃ短いですよ、ね、昔はね、3ヶ月か、ね、6ヶ月ぐらいかかった、うん、しかも個別にね、6ヶ月前にね、仕込んだ材料が来てね、ね、クリスマス頃になると、それが売れないわけだ。で、売れるやつは部品がないわけだ。そういう繰り返しやってるからね、品質も悪い、値段も高い、まあ、そういうことやってたけども、そうなったらね、もうものすごいスピードでね、マーケットシェアがね、シャーッと上がっちゃった、僕が行った時 1.9% ぐらいのマーケットシェアだった。で、ね、フィリップスが確かもうトップだった、ね、そうだ、トップでね、それでもう大体 20% 弱がフィリップスだった、で、気がついたらね、僕らこの辺飛んでいたのはね、なんだフィリップスが下飛んでる。でね、そうするとね、ものすごくな利益が出る、だって注文してね、機関銃みたいなところでも出せるわけだから、今はね、アップルだって何だってね、みんな一つのプラットフォームに基づいてやってるんだけどね、まあ、そういうことで、そのおかげで、ね、工場のコミュニケーション、これはまあね、森田さんなんかの言うグローバルローカライゼーションの最もファンダメンタルなところだよね、でそこはいろんな形でもう僕ら背中を見てね、身に染みてるから、現地人もね、それをもう理解しきってるから、ブリジェントの現地人もね、で今言ったそのテクノロジー、これでもってね、ブリジェントはね、大体87、88年からもうね、こんな勢いでね、利益が出るなんて、でそれで、輸出貢献賞っていうのをねもらったんですよ、エリザベス女王のね、で僕らの商品とか、はい、手紙のレターヘッドにね、いわゆる宮内庁御用達の、ね、はい、ロイヤルでね、スタンプを使えるようになったの、でね、その頃ですよ、僕らはね、89年頃かな、そのクイーンズアワードをいただいたことによってね、クイーンがね、バッキンガムのレセプションに呼んでくれた、呼んでくれた、はいはい、で、私はね、まあ、その頃50社ぐらい呼ばれたかな、その時にソニー・ブリジェントは私とソニーで一番古い おばさんのナンシー・ウィルコックっていうね、おばさんと若手のエンジニアで、ね、非常に頑張り屋でね、イアン・マスユーという3人で行ったんだよね、で行くとね、もうね、クイーンもなんかデューコブ・エジンバラ、フィリップ殿下ね、もうね、ウェールス、ミスター・モリタのね、ウェールスから来たんだろうって、握手の時言ってくれた、でレセプションでね、中に入ってね、まあ150人ぐらいのね、立食パーティーだったんだけど、その日はね、サッチャーが来てるんですよね、でサッチャーさんはね、私も来たのにね、ものすごい勢いで近くに来てね、これぐらいのところで喋る、はい、来週ね、お前のところのね、竹下というプライムリンスターが来るからね、あいつはね、どうもね、消費税の導入がね、なんかビビっちゃってると、私がね、もう徹底的に教えてやる、こんなことがやらやられてる間にね、まあ、クイーンはチュー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 とて、もう行っちゃった、それでね、エジンバラ公ももう行っちゃった、で、グロスター公はまだ残ってたんだけど、残りのそのね、ナンシーとヤン・マスユーは、別なところにいたもんだからね。来てね、みんな言われたの、ね、ウェールス工場はだなと、ね、プリンス・オブ・ウェールスが招待して、ミスター・モリタがオープンしたんだと、それを聞いてね、このうちのね、工場の2人はね、もう涙が出んばかり喜んで、もうそれで、ここにもね、彼たちがどういう感情でね、その日を過ごしたかっていうのがね、社内方で、残ってるけどね。まあ、それぐらい感動する時がありました。あ、ところでその王室との関係で言えば、1981年でしたっけ、そのブランカン工場ができた時にダイアナ妃が来られましたよ、ね、はいはいはい、その時はもうすでに行ってらっしゃいました。82年でしたから。82年ですか、うん、はい、
その時は森田明夫さんもおられた、そう、森田さんもおられた、その時はもう当然ね、もう森田明夫さんと、うん、あの吉子夫人はね、うん、あのお二人が招かれて来たんですよ、であの時まずかったのはね、ここにもあるんだけどさ、あのブランカン工場だからガラスを扱うとね、ガラスはね、いろいろあの破裂したりして危険だから、爆発したりする、そう、爆死が、うん、このね、うん、特別なね、安全棒をかぶしてるんですよ、でどっかこっちに一つあるんだけどさはい、そう、ダイアナ妃が帽子かぶってる写真ですよこれはね、もうね、あのその訪問された次の日のね、タブロイド紙一面でドーンでだけ、このソニーのロゴの入ったこの帽子をかぶったダイアナ妃が、ね、ね、王室のね、あの許可なしでね、よくぞね、企業名をね、関してね、やってくれたというんで、お叱りを受けたと。王室からのお叱りを。でもね、まあそれはね、あの皆さんね、温かい目で報道してんだよ、これは。あとあの森田会長があの工場をしょっちゅう訪問されてですね、まあ、いろんなこと話をされたと思うんですけども、その中でいくつかこう記憶に残ってるというかです、ね、さっきの現地でやれというかですね、そういうことを現地でくれた話とか、はい、そうですね、これあのもう89年頃だったと私は思うんですけどね、森田さんがいらして、で、あの時は確かね、あの広報室長の、ね、大木さんもね、はいはい、一緒同席したんじゃしていたんじゃないかと私は思うんだけど、あのハイドパークコーナーのね、あの近くのホテルでね、あのか、我々カップルで呼ばれたんだよ、でちょっとしたパーティーがあったんで、その時にね叱られたんだよ。なぜかというと、あの時ね、あのちょうどマードックがね、はいはい、あのイギリスでルパート・マードックですよね、ビースカイ B っていうね、あの、うん、いわゆる衛星放送を始めたん、はい、でそのねスタジオというのはね、あのソニーのいわゆるノンコンの人たちがもうすでにビジネスを始めていて、いろんな機材が入ってるんですよ、でその情報とこれを受信するね、機材とのね情報がお前たちは現地にいてね、ちゃんと掴めと、掴んでね現地で対応すればね、できるじゃないかと、お前らそういうことやってきたんじゃないかと、ずいぶん叱られた、まあグローバルローカライゼーションというか70年代のこうね、もう、森田さんもいつもね、そういう考え方で我々にアプローチしてましたからね、まあそれはもう、あ、まあやりました、そうです、なるほどね、82年にまた戻りますけどね、私はまだ赴任したばっかりの2年目ですよね、あの森田さんはロイヤルアルバートメダルをいただいたんですよ、はいはいはい、あの時はね、あのまあお祝いにはね柱の本数が多いほどいいと、林は、でブリジェントから私とかね、あのゴールデントリックスとかね、まああのからソニー UK はあれ誰でしたか、ビル・フルトンとかね、まあ 4,5 人で行って、はいはい、あのもらったんですよ、ちょうどね森田さんのと一緒にいただいたのがね、長らくあのアメリカの 中米大使をなさってる方がいたんですよ、ね、はいはいはい、まあその10年ぐらい、アメリカでね、あの中衛隊してて、その人が最初でね、その時にね結構ねデューク・オブ・エジンバラーっていうのはね、際どいね、話をする、ミスター・モリタミスター・モリタっていう時はね、もう友人にそこでこう喋るように言ってくるんだよね、あんたもいろいろやってくれるよなと、うちのねオックスフォード大学の辞書にね、ウォークマンという言葉はね、あれは正式じゃないんだと、あれがもう載ってしまったと、一言俺に言ってよと、ミスター森田こういう時はね、ものああいう正式のね、あの辞書式でね、もうとか肩をこう抱いてね、語りかけるような話ってね、やっぱり特別なものがありましたね、そうですよね、
メイドインジャパンにもその時の話が、うん、スピーチの話が出てましてね、うん、で森さんというのはそのソニーというのはいろんな新しいものを作ってきたけども実は新しい英語だって作ってるんだみたいな話をされて、うん、それで SONY っていう造語ですよね、うん、あとウォークはもう造語なんだと 今おっしゃったその、うん自転にも乗るようになってるぐらいね俺の自転に勝手に、ね、乗せてくれるなって、うん、それがすごい評判良くて、森さんってああいうその臨機応変というか遠い側面っていうかそういうスピーチのうまさだったのは抜群だったんですよね、うん、だからもう現地の人がやいのやいの喝采だったんですよね、うんまあ、そうかと思うとね80年の後半だったのがイギリスには CBI ってあるでしょコンフェデレーションのブリティッシュインダストリーっていうのかなあの工業会があるでここに、ねうん、社長連中が集まるところでね、うん、森田さんいっぺん講演したことある、うん、で僕はね聞いて なかったんだけど、うん、スピーチは良かったということだけは聞いてたけどね、うん、その後にね僕らよく部品をね調達していたマラードというね会社これは後にフィリップスが、うんはい、買収してフィリップスになったんだけど、うん、そこの社長さんでジャック・チェンデルさんでしたよくうちにも来てたその人が私のところに来てねいや先週ねミスターモニターのスピーチ聞いたけどねあの男はねすげえと、うん、何がっつったらね公園に来て大体2、300人のねまあ工業界のね幹部ですよ、うん、その連中のね心を、ね、大体 1、2 分間でガバッと掴んじゃったんだよすごい男だって言うんだよね、うんうん、だからねあんな時にね森田さんっていうのはねまあ僕は英語がうまいから下手かしないけどねものすごくそのよく夜もね原稿を読んでね、うん、読んでねズバッといくんだね、うんうん、そういう表現してましたね、うん、ハーバード大学がどこかでの講演の時にもなんかそんな話でこうつかみをっていうのがあったりとかそうですよね、うんそれはもう私自身の経験でもね例えば森さんとはワイズマンズクラブっていうね日本で賢人会のまあ一人で、うん、その中にはその牛場信彦さんだとか大木戸三郎さんだとか名うてのですね英語の上手い人いっぱいいたんですよところがね一度スピーチになるともうアメリカ人が熱狂してねもう拍手喝采するのはみんな森さんのスピーチだけなんですよねこれ本当にあのねきっとねものを自分で触れたりさ考え抜いてねやったことだからあまり原稿読むけどそこの肝をバンとぶつけるからねコミュニケーションがうまいんじゃないかなそうですね自分の経験したことっていうか考えたことをズバッとおっしゃるからね それね、うん、借り物じゃないからね、うんうん、そうそれは素晴らしかったですね実績も伴ってるしね、はいはい、それで森さんがいろいろ示唆を受けたことも多いと思うんですけども、うん最後に一つですね、はい、その風を、はい、風に聞けという話を、うん、ちょうど私はもうブリジェントを卒業してねもうに1993年テレビ本部長として本社で働いてところが森田さんがね、うん、林君が社長の時代でね93年の10月に森田さんがクイーンにね返礼として、うん、ナイト称号をいただいたね、うん、返礼としてねぜひね工場にいらしてくださいとでそれができるようになってね、うん、いらしたんだその時はね森田さんご夫妻はちょうどテキサスに日本人のね旧日本人のねそうそうそう、ホル時代の、うん問題をいろいろご支援されてて、うん、テキサスのフォートワースっていうところからね、うん、夜中に飛行機で飛んでそうそうカーディフ空港に出たのコーブルジェットで、うん、で僕らはねお迎えに行ったの、うんうん、で行った時にねちゃんとしたロールスロイスを仕立てて待ってたら叱られてねお前たちねこれこんなことする必要ないと、うん、お前たちの車でいいんだろう、うん、まあでもせっかく来たんだからお前もね俺の車に乗ると、うん、このホテルまでの間もね話ができるじゃないか別々に運転とはもったいない、うん、でも俺は乗り移って話をしながら行ったんだけど、うんうん、その時しみじみ言ったのはおい中村よと
まあね、お前はこっちヨーロッパへ来てね、まあ、こういうことにいろいろ神経使うのはいいけど、ソニーというのを考えてみると、ソニーというのはどうやってねこんなに発展したかというと、いつもアメリカからね新しい風が吹くと、それを感じてね、それを素早く技術的に自分のものにして、誰も気づかないような新しい商品を作り出して世に送り出してきたと、まあ、いろんな意味でねアメリカから風が来ると、風をね知れと言わないんだし、知れというのは頭で考えろと、感じろって言うんだよ、感じろって言うの、あの人の一流の言い方なんだよ、感じると、でその中からねいろいろとねやることが出てくるんじゃないかと、いうことで、アメリカをねちゃんと見ておけよと、それは1993年倒れる直前ぐらいの話ですよね、10月ですよね。それから1ヶ月半ぐらい で,、ね、で倒られたんですよね。本当にもう最後に、そうですね、実は私もね同じような話を、僕は当時アメリカに赴任したもんですから、森さんが直接聞きましてね、というのはやはりその倒れる最後にアメリカ訪問したのが9月ぐらいだったんですけども、その頃ですね全ソニーアメリカのキーのメンバーを集めてスピーチをされたんですよ。その時のスピーチの内容っていうのがやっぱりその今までですね日本はねそのアメリカいろいろ学んできたんだけども、それがついに非常に強くものづくりが強くなってジャパンズナンバーって言われるようになったんだと。だからしかしねあまり傲慢になってはいけないぞと、これからはですね必ずねアメリカがねもう一度復活してくるから、我々アメリカからね真摯にね謙虚に学ぶべきであるということをねわーされされたんですよ。で僕はその頃まだ日本が強い頃だったですから、93年で、まあ、バブルはじけてましたんで、いよいよアメリカがこう強くなる頃だったんですけど、でもやっぱり森さんすごいなと、その頃まだみんなまだ日本がまだ強くなるだろうと思った時代ですけども、やっぱり森さんといち早くそういうのを感じておられて、感じる、そして我々にそれをこうとにかくアメリカから学べと、もう一度学べということを盛んにおっしゃっておられたんですよね、はい、最後に、はい、中村さんにとってその森田明夫さんとはどんな方でした？とにかくね、あれですよ、非常にキュリエスティの高い人でね、好奇心の、これね、僕らがね、どうとも思わないことを非常に関心ですよね。いや、オープンデーをしてね、いっぺんブリジェンドでやったことあるわけ。で、みんな見せて回るんだけど、一箇所離れたとこ行ってね、一生懸命その担当者に聞いて、何かあったらね、あの頃ね、ヘリコプターとかしてた。今で言ったらね、あれですよ、ドローンですよ、で、おい、中身来いと、これ面白いと、俺ね、これで飛ばしてカメラをつけてね、で、上からね、工場を撮ったりね、こういうことしてんだよと、で、そこにものすごい座り込んでね、飛ばしてることにね、いろいろ質問するわけ、そういうところだったね。だからキュリオシティが高い、一言で言うん、でね、ちゃんとして相手の目を見てね、誰でもよ話す人だね、でアプローチは別リアさんだ、ね、やっぱりリズムじゃん、まあそういうことでね、はい、いや僕らが今も思い出すとね、まあいろいろとね今でも声が聞こえるような気がしますよ、そうですね。